さあ、コーナー男子、はい、男の子の生態行動教えてもらってます。男の子はね、はい、ラジオネーム ファザーズミルク。野草はごちそう。どうも岡本信人系男子だよいきなりだけど野草の美味しい食べ方知ってる？油で揚げて塩で食う違う違う、正解は土屋太鳳ちゃんの正面をかけるでした公共ランニングしてるだろう。タオちゃんが辛抱たまらずノションしたところにたまたま生えていたタンポポが一番おいしい。タオちゃんのノションが素材の味が一番生きる。芳醇でめちゃめちゃ黄色い。食べログ5.0 だね。もうすげえ色ないな。有吉さんもぜひご賞味あれ。それじゃあ明日は空き缶集めで早いので早速って寝るわ。やべえやつ、ね、おやピチやべピチだこれエンジェルあげとこう。ああ面白い。美味しそうだな。いやいや美味しそうだと思わないですよ。ラッパーザキバチョフのかっこ男の中の男いやいやダセダセダセーなダセーな。おっすおいどんこのイメージなのかお前ら。おっす、おいどんは平日の昼間から毎日ズボンの上げ下げをして両親から働け働け言われている男の中の男で壊す。いや、そうじゃねえだろそんなの。ズボンの上げ下げの仕事が終わった後は汗が体中から流れ喉がカラカラで壊す。そんな時一番飲んだ最高のものは何か。それは、うん、親子の正面で壊す。もう3アウトですもん。若い女子の正面が飲みたい飲みたいと母上にお願いしても持ってきてくれないでごわす。当たり前だろ。だからこの番組を聞いてる女子にお願いでごわす。おいどんにあなたの正面ください。おいどんの顔面に正面かけてくれたらおいどんの宝物の綺麗なビー玉あげるの。いやいや好きだけど。ビー玉はちょっと好きだけど。バケモンだもん。カルな今日面白いけどもう今日はションベンさすがにあげれないね。そうですね。今日はもうちょっとションベン打ち止めです。ちょっとションベンばっかりになっちゃうから。出しすぎてますね。いやーラジオネーム、窓際。男の墓場に墓標はいらねえ。俺の愛した日本刀をブスリと地面に刺してくれ。男の墓場に線香いらねえ。使い古しで構わない。天下を一つ置いてくれ。男の墓場に花などいらねえ。度数のきつい焼酎をザバッとかけてくれりゃいい。もしも焼酎がなかったら。まさか、まさか嘘でしょ。世代性のションベンをジャブジャブかけてくれりゃいいよ。いやいや多すぎっしょ。世代性のションベンには不思議な力があると聞く。ジャブ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 かけてくれ。いやいやもう男の墓場に涙はいらねえ。あんな男も昔いた。時々思ってくれればいい。すげえいいな最後。間のその部分以外超いいな。今日は3月12だからか。いや関係ない、 関係ない。読めねえ。ションベンとかは読めねえ。なんないです。尿にもなんないし何もかかんないです。何にもかかんないです。いい加減でちょっともうやだな。いや、なん、いや来るのはわかるけどさ、はい、何本読んでんだションベンのやつ。ラジオネーム夜嫌いの夜嫌いの、ダンジルダンジル。夜行性。おっす、拙者実はペッティング侍という名前でAV 男優をやってるっす。でもまだ駆け出し2年目なんで日々精進。1にキス、2にペッティング、3死でゴム付け即射精。おっす。ありそう。そろそろ早漏克服できるよう頑張るっす。おいそこのアシスタントの学生2人、お前ら童貞だったな。俺と一緒にチンコ鍛えようぜ。まずチンコと軽トラロープで結んで10キロのランニングからだ。行くぞAV 男優王に俺たちはなる。いやワンピースみたいな。なるんです。軽トラ。なんで合わせないの。え、俺たちはAV 男優王になる。いやいや揃わない方がいいっすよ。
ラジオネームラッパーザキバチョフ、チェース、渋谷で遊ぶ男子です。最近渋谷で流行っているの知ってる？それはチンコの達人。太鼓の達人じゃない？太鼓の達人じゃないですか？チンコを曲に合わせて50トンのハンマーで叩くのがすげえ面白いんですよ。やべえだろ。おい、クソアシスタント、どうせ今回もろくでもねえゴミアシスタントなんだろ。そんなやつはチンコの達人のチンコ役やれ。50トンのハンマーでお前のチンコぺちゃんこにした後な、痛がるお前の顔にショーペンぶっかけてやる。なんだよ、やばいっすよ。おいおい、もうショーペン書いて採用されんじゃないですか。だってもう今日はね、今日は今日だけションベンオンパレードじゃん。もう何もかかってないですよ別に今日。泣きつらにションベン。いや長渕急。ラジオネームマザーズミルク、マザーズミルク、足しげくハローワークに通い番頭の仕事ってありますかと聞いている男子です。番頭会は就職氷河期みたいでマジキビー。この間妹に、お兄ちゃんもういい年なんだから普通に就職して普通に働こうよと言われたんですけど、やっぱり僕は広瀬すずちゃんがいつもの癖でついつい湯船でしょんべん漏らしてしまって、ほんのり黄色くなったお湯仕事終わりにごくごく飲み干すっていう夢、諦めきれないっすわ。酒井さんに、落合さんは今から芸人辞めて普通の職に就けと言われて、はい分かりましたって言えますか？僕も一緒です。65歳なんて世間から見ればまだまだ若手、足が動き続ける限りこれからも夢諦めずハローワーク通い続けます。一緒にドリームつかみましょうや。お熱く語ってたらしょんべん漏らしてしまったので、どうしようもねえ。聞きます。結構ダメじゃないですか。口男子じゃないから。そうっすね、老人だ。子じゃないですね。どういう趣旨。今日は以上。ラジオネームもちにこかっこ鬼の子、男のヒッチハイクに荷物はいらねえ、段ボールに男と書いて歩道に全裸で立ち、しかめっ面で親指を下に刺して車が止まるのを待つ、止まった車にしょんべんぶっかけ、それでも乗せてくれる運転手さんには一礼してから、男までと伝え、夕日に向かってひたすら走る。これが男のヒッチハイク。違うよ、それ。ヒッチハイクじゃねえから。ラジオネーム三平、かっこ、食物連鎖の頂に立つ男。うっす。自分は食べログの評価を一切気にしない男であります。そうめんよりそば、そばよりラーメン、ラーメンよりうどん、バリカタのうどんこそが至高の食べ物、太さこそ正義、硬さこそ勲章であります。ソフト麺を好む子供には鉄拳を、軟弱な乳麺すする老人には肘鉄を、こじゃれたスープパスタを求めて表参道あたりうろちょろする OL にはアイアンクローの裁きを、噛んで噛んで噛みちぎる、顎が砕けるまで噛んでこそ初めて物の味がわかるのだ。太くて硬い食べ物がグルメ界を支配する世の中であれ、食べログ評価 1.4 を誇る我が名店男の鋼鉄まんじうどんに足を運べ、このバカ野郎。異常だよ。狂ってるよ。ラジオネームブラザーフットオブスティール、かっこいい。今日は誰とも喋ってねえ。お前らはセックスしたことがあるか？俺はない。裸同士どつき合うのは果たし合いの時だけ、歯が折れ骨が飛び出し脳が伝達を諦めても、最後の最後までファイティングポーズを取った時男は絶頂を迎えるんだ。お前らはキスをしたことがあるか？俺はない。この世の道理は劣悪なり、道理と道理がぶつかり合い、不条理対不条理のカーニバル状態、それに終止符を打つためにはさらなる不条理をお見舞いするしかないのだ。覚悟しろ悪党ども、俺の道理は痛みを伴うぞ。無慈悲な世界と舌を絡ませ接吻という儀式で悪魔と契約を果たしたからな。お前ら手を繋いだことがあるか？俺はない。俺の右手は拳を握るため、俺の左手も拳を握るため、拳と拳がぶつかり合い、拳と拳が砕け散り、
俺が手のひらを見せ敗北を認めた時、お前と握手してやろう。さあ来い、血に飢えたクソ暇な野獣たちよ、俺の少女を奪ってみやがれ。バカだろお前、バカじゃないのか今日は誰とも喋ってねえじゃないんだよ、行ってこい、どっか喋りに。ラジオネーム長崎チェンポかっこ朝4時起き近頃はキラキラネームとかいう鼻くそほどシャバい名前が流行してるらしいが、真の男子であるこの俺が男気あふれんばかりのゴリゴリネーム教えてやるから、耳の穴とケツの穴かっぽじってよく聞いとけよ。ジュゲムジュゲム、チンコのすり切れ、チンプラ工事のブラチンコ、チンポチンポチンパのシューリンチンガン、シューチンガンのグーチンダイ、グーチンダイのシコシコピーのシコシコナーのチンポコメーのチンスケ。情けないクソアシスタントどもも明日からこの名前に改名して男をあげろだってだってだってまあな、ねえ、ラジオネーム獅子肉食べますか、かっこもう誰も俺を止めることはできない。うるせえんだよバカがよ世紀末リーダー伝たけしみたいな顔してんだろお前射精の流線矢のごとし、アーノルド・シュワルツネッガーを素手で倒せる気がする男、住所職業年齢恋人すべて断捨離、徒歩で地上を渡り背泳ぎでドーバー海峡を横断する男子、ご飯は鳩、好物は犬、友達はシロナガスクジラとゴジラ、特技は狩りと X ビデオの検索、ベワグリルスに全て教えた男、まずはお友達から始めてください。誰にお願いしてんの、ネルトンパーティー行ってんじゃないか、ラジオネーム豆腐小僧かっこ破壊王、男子たるもの常に豪快であるべし、男子の買い物値札を見るな、男子の買い物レシート捨てろ、男子の買い物袋はいらない、買い物したものを余った包皮に包むべしこれが男の生き方じゃい男ね、すごいね、みんな男らしくてうん、全然男らしくないだろ、はい、石田なんて。もう全然ダメですね、もう、全然わかんないですよ今言ってること男らしくないんで。そうだな、はい、そうだな、はい、俺なんてやっぱそう、これ、うん、こいつらが言ってることよくわかるよ、はい、本当ですか、そういう生き方してきたしてきた散々やっぱり、はい、散々やっぱり政治家とか大会社の社長の、はい、とかのな、はい、しょんべん飲まされてきたし嫌な思いしてきたけど、はい、それでもやっぱり、はい、諦めずに生きてきたよ、はい、うん、今はでも女のションベン飲めるようになったもん頑張ってきたから女のションベン飲めるよ、ジジイのションベンばっかり我慢して飲んできたらな、うん、はい、今は女のションベン飲めるようになって、本当にだからみんなも頑張ってほしい、飲めるようにですか、親を恨んでなその時は親を恨んだけどな、はい、今は今女のションベン飲めるようになったらやっぱ親に感謝だね、うん、しかない女のションベン感謝しかない、それ男らしいって、しょんべん飲めて親に感謝、ロックすいません、ロックっぽいですね、ちょっとお後がよろしいので怖さしくないんですよね